はい、えー。この前ですね、なぜ日本がこれでは危ないかと、その理由を説明すると言いましたけれども、えー、ちょっと遡ってですね、それを、まず基礎,基礎となるですね、それを説明したいと思います。えー、戦争にですね、 多くの学生が学徒動員されていったわけです。で、終戦となって帰ってきたわけですね。もうそれで、この理不尽なことを、いや、いろんなことを、また、最役的な学生たちもいたわけですよね。えー、GHQ、この、まあ、カーサーですね、は、そう、戦前、 の共産主義者たちは、まあ、随分と迫害されていたわけですけども。戦後、彼は、えー、その日本をですね、軍国主義の国から、えー、民主主義の国とするためにですね、共産主義者たちも、えー、オープンにですね、活動できるというふうにしたわけですね。それで、 えー、学生たちはですね、その最悪的学生たちは、えー、全学連っていうものを作ったんですね。全日本、うん、学生総連合ですね。えー、それ、それは、あそれはあ、しかし、革命のた、日本を革命するためのものです。だから、あ日本共産党はずいぶ分それを援助し、推したわけですね。 そして日本共産党はソ連とも通じてますからね。ソ連コミンテルン。ソ連とも、ソ連の命令も来ると。そういうことで、その全学連は分裂していくんですね。分裂していく。そして、えー、主に分とというですね。まあ、それを中心として分裂していく。まあ、当時ですね、1951年にサンフランシスコ、 平和条約が締結されて、えー、日本はですね、それまで、えー、戦争によって主権を奪われていたわけですね。戦争敗北によってですね。それを服したわけです。そして、えー、ところが、まあ世界情勢はですね、もう冷戦になってきたわけですね。冷戦です。1 9 4七年の、えー、そのなんていうか、あ ごろからですね、そのトルマンドクトリンとか、そういうことを出発して、ベ、えースが対立するようになったわけです。そしてまた1950年に、えー、韓国動乱、朝鮮戦争ですね、が始まると。だから、この、このままではいけないと日本はですね、だから日本は単なるアメリカの基地、アメリカの空軍の基地だけじゃなくて、 変えようということでですね。1957年ぐらいから。そして、岸首相ですね。岸首相が、あそれを、に、こうして、じゃあ変えようと。で、変えるのはですね。この、日米共同防衛ということを、新しい、その、安保、改正、 安保改正の条文に入れると、いうことを言ったわけです。だから相互になったわけですね。今までは、なんていうか、もう試験も何もないと。じゃそれに対してですね、この全学連は、あの、ものすごく、あの、怒るわけですね。そして特に日本社会党とか、日本共産党とか、それを全部動員して、そして総評とかですね、 えー、特に、えー、ソ連の対日工作というのがありましてね。ソ連が日本を共産化すると。アメリカべったりじゃなくて、アメリカと日本を分断させる。そのためにですね、この社会党とかあ、えー、共産党を援助して、相当援助して、そそ行くわけですね。援助する。 だから、そして全学年が、その学生たちは国会にえ突入するようなこともしたわけです。だからあ、相当この深刻な状態ですね。その数、まあこれは写真で見せますけども、国会を取り巻く約600万人ですね。六百万人のそういう学生や共産党、 社会と総評ですね。総評。そういう労働組合。そういう人たちが、もう本当日本をこのまま、なんていうか、完全に包囲してしまう。ところにで来ていたわけですね。それに対して、えーえー、岸首相ですね。この安倍元首相のおじいさんですね。この方は、 あそれをあ、そのあ、アメリカ、このああ、安全保障、安全安保のですね、これを、うん、改正するという方向で断行し,していくわけですね、えー。それ、それでもって、この、それが成立すると。改正が1960年ですね。改正、安保改正、えー、改定ですね。それが、 なされると。それで、この全学年、文党を中心とした全学年は、そこで敗北していくわけです。敗北。しかし、ものすごく恨み持ってるわけですね。恨み。じゃあ、この、えー、この人たちはあ、その次にですね、1970年に、それをまた安保をですね、延長していくということ。 もうそれに対しての反発がまた起こるわけですね。これが全学連の次に出る審査翼と言われる全、えー、教頭ですね。1968年。いや、それが起こるわけです。もうそれはゲバルトですね、えー。鉄パイプとかそういうものを持ってですね。もうすごい、なんというか、あの、リンチとか、ね、ですね。だ私は、 1968年、その頃ですね、えー、その頃に、えー、大学におります。だ大学の名前はわ稲田わ稲田大学ですね。なんか岸田あ首相もなんか早稲田大学だと聞いてますけど、まあ岸田首相はもっと後だと思うんですね。で、えー、その頃ですね、やはり、えー、私もお、その、お 68年ぐらいにですね、このもう、なんていうか、そういう全教闘、まあその600万の全学連ですね、いや、社会党、共産党、そういうもののものすごい勢力がどっかにみんな潜伏しているわけです。まあそれで、えー、全教闘なんかはですね、もう70年安保、そういうものに向けてですね、あの、 なんていうか、バリケード。この早稲田大学でももうバリケードですね。授業どころじゃないんです。もう、なんていうか、大学に行けない。そういう感じで、でしたね。そして中その、えー、分裂した、最悪のこの全教闘の、いろんな文化があるわけです。そのお互いが殺しちゃっているわけですね。そこに、なんていうか、あの、 あ軌道体が来て、だから、あのキャンパスにはですね、このキャンパス、その軌道体と、その、なんていうか全、えー、私らの文学の場合は、あなんていうか、かマルハ派っていうですね、それがもう、なんていうか、ヘルメットをかぶって、全部、えー、なんていうか、あの、あ校舎を封鎖して、 そして、機動隊とあ戦うと。そういう状態でしたね。すごい状態。あそして、私の友達もですね。その友達は、カウチダイザブロっていうですね、このせいい青年でしたね。彼は、えー、この私はその勝教という、そういう勝教理論にを学びましたね。 もう今、今のままでは誰も、なんていうか、この、そういう会議派集団にですね、対抗する人がいないんですね。ノンポリって言って、ほとんどはノンポリ、ノンポリティカル関係ない。なるべく、あの、なんていうか、あの、無視する。もう、取り付かない。取り合わない。私は、あ今なんか、あもう見て見ぬふりとすると。 ジャニーズ問題的にもありますよね。東山とか何とかいう方々はですね。もう、それ、批判されているのはもう、見て見ぬふりをする。何もしない。だからそういう左右の、共産主義者に対して言う人がいないんですよ。ただ、私が今覚えているのは、この成長の家ですね。あの宗教団体の学生部の、 安藤とかいう青年がですね、学生が、そういう、なんていうかあの、匂立ちして、ね、無抵抗で、なんか、そういう、最悪の前に立って、殴られっぱなしっていうか、そういうことを私聞いてですね、えー、そういうふうになんていうか、対抗する人がいると。で、無抵抗で,ですね。それで私も、あ 対抗をせずにですね、議論的に、だからその頃は哲学を学んでまして、そのヘーゲルとかですね、それでなんとなくこのマルクス主義を屈服させ,させようと勉強してたことを思い出すんですね。で、私の友達の川内、えー、大ザボロ君はですね、えー、彼は時々ちょっとね、このマル派の反対中核派っていうね、 ゲバルトで戦っている人の会合にちょっと行ったことがあるみたいなんですね。それで見つけられましてね。も、まあ、ある時に、そのガクマの派の選挙する自治体のですね、この校舎の部屋に、夜中中ですね、現地、現地を食ったんですよ。バッテかカなんかでですね。夜中中、それで虐殺されたんですね。もうそれは本当にですね、悲劇的なことです。 しかし、ええー、また、私の友人、友人じゃないんだけど、土田健次郎という、今、早稲田の中国思想の教授してますけど、彼のお父さんがですね、警視庁のほとんどトップなんですよね、警視庁の。それで、機動隊なんかのトップ。その、おその頃、お笹順光というですね、そういう係長。 それは、その人の上司ですね。その土田君のお父さんというのは。だから、それ、お父さんの家はですね、これあどっかな、えー、東京の、うん、忘れましたそ。どっかのところにですね、会社、スタッ欲が小型の小包みをってですね、それをお母さんが開けて、そこで爆破してですね、お母さんは亡くなると。 で、また、彼のお父さんもけがをするということがありました。そういうふうにして、えー、あの、開花集団がですね、あれ狂っていた時ですね。えー、だから今ですね、私はもうずっと、それ以後、日本には、日本には帰って、えー、まあ、 帰ってないわけ,わけですね。この前言いましたけど。で、一番関心はですね、その頃、何て言うかあ、60年代、70年代、安保闘争ですね。そしてこの70年代の、そ,れその学生たち。また、左翼のですね、もう破れたわけ,わけでしょ。共産、主義化するという日本を。 共産主義化するという夢をですね、立たれたわけですね。で、それは一体どうなってるのかと。ところが、この最近ですね、パッとこの、えー、何て本を見てたら、この JR の、えー、JR 東海のですね、加西社長がですね、この民営化、この JR 国鉄分割のこの民営化のためにですね、 どうするかと。だから、それ、それにですね、この、核丸派の労働組合の松崎明っていう人と組んだっていうわけですね。組んで、その民兵化するためにですね、ええー、って私はびっくりしますですね。えぇ、ー、核丸って言ったら学生時代のああいうクルの、えー、そんな労働組合でやってるのかということを知ったわけですね。 そしていろいろ調べてみると、ある時にこの、うん、経済評論家の高橋陽一という人とですね、弁護士の河村春、河村春夫というですね、この二人の対談の中にですね、彼らが言っていたんですね。この60年代、70年代の、その共産、日本を共産化させるということに敗れた人たちはどうなったかと、彼らも言っているわけです。 なかなかこの普通の会社には、会社を受け付けないでしょう。そういう、財布活動した人は。まあしかし、まあ、なんていうか、仮面被って入っているかわかりませんね。しかしほとんどがですね、彼の話、話を聞くと、やはり、頭のいい人は弁護士なんかになると。司法試験通って。そして、左翼の弁護士ですね。そしてそれは共産党が随分と援助して、なんていうか成長させると。 大学は左翼の先生になっていますね。で、マスコミはもう左翼の人たちが言う。そういうふうにして潜伏して、ね、いつか機会が来たら、日本をあの時の夢をですね、共産化させると。夢をですね。まあもちろん、あの頃の活動した人はもう今は生きてい,いても呼ぼ,よぼようでしょうね。 だから赤旗なんか、赤旗という共産党の、あの、新聞なんかももう、よぼようでしょうね。配達、配るにしてもですね。しかし、その人たちの伝統と言いますかね。左翼の伝統は、連綿としてですね、数点です。だから弁護士会、日弁連とかですね、そういう人も、この河村あ春夫さんっていう人ですね、一点ですね。その、 えー、自分にもいろいろ手前来るけど、これ随分左翼的なね、政治的な、左翼的な共産主義がよく言うような文句が来ると。そういう手紙がですね、日弁店から来ると。しかしそういうところに入らないとですね、弁護士はできないと。だから入ってるわけです。東京にも、えー、弁護士会、第一、えー、東京弁護士会、東京第一弁護士会、 東京第二弁護,弁護士会ってあるわけですよだからそこも左翼が入っているのもあると。だからそういうふうな人たちがですね、えー、いると。そして今もで、例えばこの河村さんが言っているのは、重信、えーえーえー、重信房子っていうですね、赤軍派の、あのー、リーダーがいましたね。 あの、いろいろ、セグンハやりましたよね。アサマ3事件とか、パレスチナなんとかに解放戦争に入るとか、なんか、テルアビウムの空港で乱射するとかですね。すごいことをしていたわけでしょで、シゲノブ、さんっていうのは、そのリーダーだったわけです。そして捕まって、20年間、20年間ロイヤーに入ってたわけです。で、1900、2022年にですね、 20年目に出てきたと。誰も、誰も知らないわけでしょところが、それをですね、祝う、<laughs> 出生祝いの、そういうプログラムをですね、TBS が、大々的にやってたというわけです。ということは TBS の中に、テレビ局の中に、 そういうふうな、責任派を、まあ、称えるって言うんじゃないけど、そういうふうな、えー、英雄不死するような人はいるんでしょうね。と、彼は言われです。カ村さんは。だから、あのー、今なおかつ、そういう、う、スワイク勢力というものがですね、いると。 で、そういうふうな人たちがですね、誰を一番憎んでるかというとね、あの、岸首相なんですよね。で、岸首相っていうのは、あの、あの、おじいさんでしょ安倍元首相のですね。安倍元首相は、お父さんが安倍晋太郎と言って、お父さんも外務大臣までやった人ですね。ところが、 安倍元首相は、私は岸、えー、首相の孫だと。それを本当に自慢していたわけですね。だから、あの、危ないって言いますかね。もうなんていうか、安倍家で岸首相、この安保を断行した。対象を断行した。それに対、それを恨んでるわけです。 じゃあ、そこの中でですね、一番、その団体で、岸、首相にですね、近く、そういう風な600万、そういう勢力に対抗して、岸、首相を支えた、1968年にですね、できた、勝共連合ですね。それは、憎んでるわけです。左右勢力だから、弁護士の中でも左翼的な人、 マスコミの左翼的な人。それはね、だから旧統一協会というと、そういう人たちのなんか潰したいというターゲットになってるんです。ところが、そういうことをですね、自民党の、まあ名前言わないけど、そういう人たちが顧問として、最も旧統一協会、消去連合を憎んでる。そういうふうな人を、 雇うと言いますかね。顧問として雇うと。これは危ないですね。これは危ない。それはもうものすごいそういう風なね、何百万という左翼の。もうそういう人たちは中国、中国共産党とも通じている。また、ロシア、そういういろんな、あ北朝鮮いろんな え、左翼え、勢力と繋がっている人たちも大勢いるわけでしょだからスパイ防止法案とかそういうものを、えー、えー、国際宗教連合がいろいろですね、やろうと。危ないと日本はもうスパイ天国だと。だそういうのも嫌なわけですね。だから、要するにその今、ああ、旧統一教会解散とかいろいろ、そう、そう、そういう人たちの、 そういう左翼勢力の思うつぼなんです。今の自民党政権は、そういうふうに、左翼と、もろにですね、全、えー、学園、えー、そういうふうな全教徒と、本当に理論的にもいろいろ戦ってきた人たちがいるのかと。だから、あのー、 私が尊敬する国際政治学者にですね、まあ、中西テ <laughs> ルっていうですね、兄弟の教授がおりますね。あの人が、まあ、イギリスの歴史、政治について詳しいんだけど、やはり日本の政界っていうのは政治はですね、これはアメリカもそうなんだけど、今最近は自民党、あえー、共和党、民主党全部ですね、特に日本は 選挙史上す義。選挙。票集めのためにですね。もうどんな顔色、共産党であろうとし、なんていうかもう、なんていうかサイクだろうと。なんで顔色ばかりを伺ってですね。いると。選挙。選挙だけのためにやってる。それはですね、非常に危ないと。と今、誰も、 それのサイクルに対して声を上げる人たちがいないと。だから、この国際勝共連合、旧統一協会、もちろんなんか霊感勝負とかいろいろ言われてますけど、しかし命懸けでですね、そういうふうなサイク勢力と戦ってきた、そういう人たちは尊敬すべきだと思いますよ。いや、私は今から、今アメリカにいてもですね、そういうふうな、 日本は最低限義理人情というものがあるわけでしょ義理そういう人たちを無視して自分の表 <laughs> のために全部そういう昔のそういうものは切っていくと。関係ないと。それはね、ちょっと道義という面において非常に劣ると。私はね、この次、えー、ちょっと写真にもあげてるけども、かつ回収、西郷隆盛とかね、そういう人は私は 尊敬してるんですね。彼らはね、そう、表もちろんあのと、あの頃は、と選挙とかそういうことじゃないんだけど、やはりね、政治家の模範のようなね、行動をね、勝つ、改修、西郷隆盛、あの品川のですね、あの会談、これはもうね、危ないと、日本は。彼らはね、放っておけば、中国のあの、イギリスが、アヘンをですね、 なんていうか持ち込んで中国を本当に植民地化させると。やったと同じような日本は今、あの頃もですね、フランスが戦わせようとしたわけですよ。官軍と幕府軍ですね。ところは二人は分かってるわけです。それを日本を戦乱としたらいけないと。ああいうふうなですね、この政治家の先輩っていうのはいたわけですね。 だから、それをですね、私は今回あ、今回も本当は言おうとしたんだけど、ちょっともう時間がですね、あまり長く、なんてか聞きたくないと思うんですね。いろいろ聞きたくないから、まあこれぐらいでして、えー、この次にですね、そのことを話したいと思います。